得意の考察ただいま今回、紹介するのは、猛虎タンメン中本はい。芸人だけじゃなかったんですね。中本ね、YouTube ご覧になっている方、たくさんの動画を見てると思うんですけど、大抵間違ってますね。うん。中本といえば、激辛北極10倍。 うわぁ、辛い食べらんない思う方いっぱいいらっしゃるでしょうそんなものは食べなくていいんです私が初心者の方々、またやクローの方々に食べる順番、こちらちょっと教えていきたいと思います。僕がなぜ中本にハマったかと言いますと、まあ、当時、上板橋に住んでたんですね。そうお気づきの通り、梅ですね。上板橋には 本本本店店ががあるんですね仲本の本店がでその仲本の本店っていうのも今の本店の場所じゃなくて昔はもっと「駅からら10分15分、分い離れたたところにあったんですそのピカルの定理」っていうコント番組みたいなのをやったりしてまあ時間も早かったり遅かったりいろいろ大変だったんですけどその時にまあそのグランジの5名っていう僕の唯一のお友達がいるんですけど、まあ、そいつをよく飲んでて上板橋で。 で、その上板橋をうろうろしてるときに、真っ赤な家があると。で、その真っ赤な家にはなぜか長蛇の列ができていると。しかもその上板なんて田舎ですから、終電終わった1時2時の行列ができているんですこれなんだって言っていったのがまあ中本の本店。すごい食べてた時があったんです。で、なんとか、中本と一緒にライブできないかなって考えてたんですよ。 今だったらそのクラウドファンディングやらうんぬんかんぬんあるんで簡単なこともしんないですけど、もう7、8年前の出来事だったんで、僕は直に社長の会社に行ったんですね。ゼリーを持って、応接室に通されて、まあこういうライブをやりたいと言ったんです。そした社長は根がいい人なんで、ああ、ええ、でもこんな言ってくれるのは美味しいよって言ったんですけど、それ以外のスタッフは全員、 絶対嘘だ。詐欺に決まってると思ってたと。でもなんとか、その、怪しい目もくぐり抜け、ライブをやることができたんですね。グランジ5名と、天心向井と、のぶしこぶし得意で。でもそれが、7回、8回ぐらい続いてるんですけど、なので、僕らからすると、 社長とは一連卓殖というか、こう中本と一緒に歩んできた芸能人生なんで、中本さんのことを紹介したいんですけど、とご電話したら、あいよ、トクイちゃんならと快諾していただきまして、ありがとうございます。はい、承諾済みということで、責任を持ってちょっと今回は中本さんのことをご紹介したいなと思うんですけれども、でスタンプカードっていうのがね、ありまして、 まあ、1300ポイント弱溜まりましたね。はい。昔はカードだったんですよ。で、カードで、買えるのが怖くて、ずっと溜まってたんです。で、今はアプリになって、アプリのところに1200、今、うん、何十何ポイントみたいなの溜まってるんですけど、買えれなくて。で、その、信者の会って言うんですけども、辛いものに書いて信者の会っていうので、僕それ、喋った時に、まあ、僕よりももうすごい、 中本ファンの人いっぱいいるんで、その中本ファンの人にそうやって喋ったんですよ。わかるよ、とこ行くんと。だって、1000万貯金あっても、1000万のもの買いたくないもんね。あ、一緒だって、思いましたね。1200ポイントあるのに、スカジャン買っちゃったら俺も400ポイントしかなくなっちゃうから、明日どうやって来ていけばいいかわかんないから、ただただ1300ポイントが溜まってるアプリを持ってるんでね。 一番最初に食べるべきメニュー。これ味噌タンメン。辛いのが苦手だっていう人に僕何人にも勧めました。あの今はなきピースあやべ。ね。彼にも勧めたことがありまして。あやべは、まあ、僕同期なんですけど、辛いものが食べれないんですって。だけど僕が、じゃあ味噌タンメン食べてくれ。これを食べれたら食べれるでしょ って言って食べた時にもうペロリと食べました。こんな美味しい食べ物あるんだね。これなぜかと言いますと、蒙古タンメン中本って基本基礎が味噌タンメンなんですよ。その味噌タンメンにいろんなものが混ざったり、乗っけたりしていって辛くなったりしていくもんですお、およそはですよ。仲いい友達、仲いい先輩、仲いい後輩、彼氏彼女さんが仲本好きで一緒に食べに行く時、ついつい北極とか、 なんかそれ以外の辛そうなやつ挑戦したいと思うんですけど多分それ食べると美味しくないって思っちゃうと思う。それすごくもったいない。仲間と言ったら味噌タンメン。これはもうこの動画見てる方にはぜひ、うん、と同時に一番最初に北極食べてみたみたいなことをやってるやつは全員偽物なんで気をつけてくださいね。まずは味噌タンメン食べてみた。はい、やってください。で、味噌タンメン食べた後次何食べたらいいの 定食になります。はい。定食っていうのはですね、このご飯の上に麻婆が乗ってるんですけど、まぁ、辛子麻婆。まあ、この麻婆っていうのが、中本なんですね。普通、麻婆豆腐って、肉そぼろ入ってますよね。なぜか入ってないんですね、中本。私も知りません。どういう意味なのか。なぜあんな旨味があるのか分からないですけど、それが、 ご飯に乗っけたとき、とても美味しい。そして、その上に紅生姜を乗っけてほしい。血管に入れたい。缶オ、OK、ケ私が亡くなった後の缶オケはもう、僕の死体と、たっぷたぶの麻婆を入れてもらって、で、仮装して焼いた後に、いい匂いだねーってみんな言ってほしいな。それぐらい麻婆は美味しい。で、その、麻婆が、 かかってるのが、猛虎ンメ麺なんですね。なので、最初に猛虎ンメ麺を食べてしまうと、辛いと思う人いると思うんです。麻婆が辛いから。で、その次、多分目標を見失うと思うんです。わかります味噌、ラーメン。<あ>これなんですね。これ味噌、ラーメンっていうのは、猛虎ンメ麺や北極とちょいと違いまして、野菜とスープを炒めなきゃいけないんです。 だから職人さんの腕によって味が変わってしまうという、まあ、ぶっちゃけてもこれがぶっちぎりで一番美味しいと思います。ただ、めちゃくちゃ辛い。だからこれ決してこれ動画見てる人は、最初に味噌ラーメンを食べようなんて絶対思っちゃいけません。それこそ、辛い、ダメじゃん中本って思っちゃう。でも、猛虎メ麺を食べれたあなたはいつか味噌ラーメンにたどり着く。で、その味噌ラーメンを食べていると、 熱いラーメンが食べれなくなってくるんですよ。これみんな同じこと言いますんで。そしたら、つけ麺っていうのがあると。気づくんですね。で、あ、でもラーメン食べたいのに、つけ麺食べるのもどうなのかな一旦冷やし味噌っていうのを食べてみるんです。この冷やし味噌っていうのは、北極に近いんですかね。北極のつけ麺。まあ当然美味しい。 ただ味噌ラーメンって野菜を炒めてあるんで、ちょっと物足りないなって僕は思ってたんです。そこで最終形が、ごもみ。冷やし五目味噌タンメン。今週はここまで。次回の得意の考察は、猛虎タンメン中本後編、知る人ぞ知る中本の歴史、実食、考察をお届けします。